はい、こんにちは、1 1 6インズです。MLB では現地5月1日の試合をもって、ロースターが28人から26人へ縮小されることになりました。今季はロックアウトが長期化した影響で、スプリングトレーニングの調整期間が通常よりも短く、特に調整不足によるピッチャーの故障のリスクが懸念されたため、MLB と選手会双方合意の上で、5月1日までロースターが通常26人のところ、28人まで拡大となっていましたが、その期間がいよいよ終了。 ここから9月に再度ロースターが拡大となるまでは、例年通りの26人で各球団戦うことになりまして、今日の試合後にロースター調整のためのマイナー降格の発表が相次いでますね。残念ながらマイナー落ちとなってしまった選手たちにとっては悔しい瞬間かもしれませんが、ただシーズンもまだまだ長いですから、マイナーで結果を残してまたメジャーに呼び戻されるようなパフォーマンスに期待したいところです。 なお当初はこのロースター縮小のタイミングで当初の登録人数の上限が13人までとなる予定でしたが、当初の怪我を防止する観点からこちらのルールの適用は5月29日まで延期となることが先日発表となっています。怪我を防止することが理由ならこれからもそのルールは適用すべきでない気がしないでもないですが、とりあえず当面の間各球団は14人目のピッチャーを引き続き登録可能となります。まあ調整期間も短かったのでなるべく慎重にいこうという考えなんでしょうかね。 さて、そんなロースター調整の過程で少しサプライズだったのが、レンジャーズウィリー・カルフーンのマイナー降格実はマイナーリーグオプションがあと一つ残っていたカルフーンは、2019年7月以来初めて、怪我以外の理由でのマイナー降格となってしまいました。今季のカルフーンはここまで18試合に出場して、打率1割3分6輪 OPS5 割5分6輪 カルフーンと同じレフトには現在ニック・ストラックやブラッド・ミラーの存在もあり、今季のカルフーンは DH での出場がかなり多くなっていましたが、DH がメインでこの打撃成績では、レンジャーズとしても辛いというか、さすがに我慢の限界といったところでしょうか。 また今期のレンジャーズは左右別のプラトーン起用をかなり厳格に運用していまして、で、カルフーンはほぼ対右要因として扱ってきたため、試合数の割にあまり打席に立てていない状況でもあり、チームとしてはトリプレイで一度打撃の感覚、調子を取り戻してほしい意図があってのマイナー落ちみたいですね。まあ、この成績の27歳の選手がマイナーに落ちること自体はさほど珍しくはないことですよね。ただ問題は今回のマイナー落ちで、カルフーンの不満が露呈してしまった点なんですよね。 マイナーオチが正式に決まった後の g アセチックリバイ・ウィーバー記者の取材にて、カルフーンはトリプレイに行ってトレードで他球団から求められる存在を目指す、レンジャーズからトレードされたい旨の発言をしたようで、要するにレンジャーズからのトレード、遺跡を歓迎すると、 チームの今回の決定だけが影響しての発言ではなく、どうもレンジャーズコーチ陣との考えのすれ違いもカルフーン曰くあるらしく、チームは昨今のトレンドに沿ってカルフーンにもっとフライを上げてほしいと考えているところ、カルフーン自身はライナーで二塁打を稼ぐタイプと自身を捉えていまして、打撃の姿勢がマッチしていないとのこと。 マイナーでライナーを打つタイプであることはレンジャーズも知っていたにもかかわらず、自分をパワーヒッタータイプに変えようとしていると長年積もった不満も爆発しており、自分は3割打てる打者になれると思うが、それは違うユニフォームを着た上でだろうという発言もあるなど、環境を変えたい思いは相当強そうです。 しかし仮にもしカルフーンが今後レンジャーズのユニフォームを着ることがない場合、かつてはトッププロスペクトとして期待された選手だったことを考えると、この結末は残念でなりませんし、レンジャーズもおそらく同じように考えていることでしょう。 カルフーンは2015年ドラフト40名指名をドジャスから受けプロ入りを果たすと、そこからは比較的順調な成長を見せ、2017年開幕前時点のベースボールアメリカのプロスペクトランキングでは球界全体92位、2017年にトリプレイで31ホーマー、OPS9 割2分7人の成績を残すとさらに評価が上がり、2018年開幕前のランキングでは球界全体36位と、かつては非常に高い評価を受けていた有望株でした。 2017年のトレードデッドラインでダルビッシュ優選手がレンジャーズからドジャースへ移籍した際には、レンジャーズ側のメインの見返りがカルフーンだったくらいには期待もされていましたよね。打撃の良さに対してセカンド守備はかなり怪しく、この当時から外野コンバートは規定路線とはなっていた印象ですが、どこを守るかはともかくとして、打者有利なレンジャーズの本拠地でプレーできることも含め、メジャーでもなかなかのレベルのバッターになれるのではないかと、トレード当時言われていた記憶があります。 そんな感じで今のレンジャーズに来たカルフーンなわけですが、マイナー時代の期待とは裏腹に伸び悩みの期間がずっと続いている状況です。レンジャーズに移籍した直後に MLB デビューを果たすも、目立った結果をなかなか出せずメジャーとマイナーを行ったり来たりする日々が続きましたが、2019年7月下旬にメジャーに帰ってくると、ここからシーズン終了までレフトのレギュラーとして活躍。 2019年の後半戦60試合の出場でホームラン16本とハイペースでホームランを量産し、OPS も8割4分7輪。シーズントータルでも21本を記録するなど、ようやくブレイクの兆しを見せ、この時はついにプロスペクト時代の評価に見合うメジャーリーガーになるかと思いましたが、これが今のところ彼のキャリアのピーク。以降のカルフーンは結構アンラッキーな怪我にも見舞われ、初めての開幕ロースタイリーを目指した2020年はスプリングトレーニングでフリオウリアスのボールが顔面に直撃し、 顎を骨折したことがありましたし、昨年もデッドボールで尺骨を骨折。ウリアスの顔面支給が原因として左投手との対戦がある種トラウマになってしまったと以前本人が語っていたこともありましたが、そういった影響もあってか2020年と昨年は打撃面で満足のいく結果を残せず、そして今回のマイナー落ち。チーム内での立ち位置は徐々に怪しくなりつつあるような状況でしたが、いよいよ窮地に追い込まれた印象です。 本人としては不運なことも多く、レンジャーズを出て状況を好転させたい思惑もあるんでしょうが、しかしレンジャーズ側にも言い分があって、カルフーンの守備もまた大きなネックとなっています。 メジャーに上がってからはレフトに回ったカルフンですが、レフトでも守備はお世辞にも上手いとは言えず、通算の DRS がマイナス14、UZR もマイナス13.0と平均を大きく下回るレベル。この守備の悪さに目をつぶれるくらいカルフンが打っていれば何ら問題なかったものの、今季打率1割3分6人ですからね。打撃もダメ、守備もダメとなると、じゃあどうすればいいんだと。どう考えても使いどころに困ると。 カルフーン本人はトリプレイで打てばどこかのチームがトレードで欲しがるとおそらく考えているんでしょうが、この守備の悪さはトレードを模索する上でもかなり障壁となってくるんじゃないですかね。現状は通算のウィンザーをリプレイスメントがマイナス1.5と、リプレイスメントレベル以下の選手が謎にトレード要求しているようにしか見えず、またレンジャーズとしても散々守備の悪さに目をつぶって打撃が MLE レベルとなるまで待って、今回もマイナーで調整させるくらいですから、内容次第では再度チャンスを与える準備もしているのに、ひどい仕打ちだ とと思ってもおかかしくはなないのかなと当然ながらカルフーンが希望しているからといってレレンジャーーズがトレードに応じるののかもまた別の話です今期が年俸調停資格1年目のカルフーンをレンジャーズは最長2024年まで保有することが可能でよっぽどメジャーの40人枠を空けたいですとかもうカルフーンのことは早くきれいさっぱり忘れたいとかの思惑がない限りまずはカルフーンが調子を取り戻すことに期待してマイナーで待つ選択を取るのかなと。 実際カルフーンのトレード要求が表面化した後もフロントは彼の調子を上げるためにやってると強調していますただ今季でカルフーンのマイナーリーグオプションも切れ来季からはウェーバーを通さずにマイナーに落とすこともできずまたそもそもウィンザーオリプレイスメントがマイナスの選手に現在レンジャーズは130万ドルの年俸を支払っている状況ですので今季オフにどちらにせよノンテンダーとなる可能性も否定はできません どうせノンテンダーするくらいだったら、トレードで多少なりとも見返りを得たいという考えも理解はできますので、最終的にはカルフーンの希望が叶う可能性も、まあゼロではないのかなと。まずは他球団が欲しがるくらいには、トリプレイで結果を残す必要がありますので、今回の要求が正当なものであることを、カルフーンはまずは証明しなければなりませんね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーン関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。 それではご視聴ありがとうございました。